中日、巨人、二日、バンテリンドーム、中日、中田翔内野手が古巣の巨人ナインと握手を交わした。慕っていた先輩の坂本と談笑し、安倍監督の姿を見つけると頭を下げて握手を交わした。巨人の後輩も次々と挨拶に訪れ、クリーンアップを組んだ岡本をこづくなどじゃれ合う様子もあった。昨季まで巨人に在籍し、 出場機会を求めて自ら自由契約となり中日へ移籍。ヤクルトとの開幕カードでは打率333、日本塁打3打点の成績を残している。